三冠も無敗も。そしたら僕何のために走ればいいんだろう。か弱い光が指さす。ここは私しか。僕はシンボリルドラゴンみたいな強くてかっこいい馬娘になります。骨折です。菊花賞東海帝王出たら絶対勝ってたよな。でもこの時期の怪我じゃ無理だ。全治6ヶ月、復帰は来年の春。そんなこと言われて菊花賞諦める僕だと思う？ルドルフちゃんみたいになるには才能と努力と運、この3つが完璧に備わってないと。だからね、約束守らなきゃね。ギリギリまで粘る。でもその時一緒に止められたら諦める。僕菊花賞まだ諦めるのは早い。もういい。僕だったらここで中断に着く。そこで様子を見る。ここからギューンって追い上げる。先頭に立つ。でも僕に追いつけない。這い上がってこい。帝王三冠は叶わなかった。でも僕負けてないんだ。無敗の馬娘にはなれる。誰もが復活を待ち望んでおりました。2枠2番1番人気ドンチン KO。 来た、外から中間 KO が来た。東海 KO スタートした。直線が直線だ。東海 KO 完全復活だ。もし負けても泣かないでくださいまし。僕は無敗の三冠馬娘になれなかったけど、無敗の馬娘であり続けるんだ。僕負けちゃったんだね。3度目の骨折です。ごめんの国、また最初からやり直しだよ。帝王は戻ってくる。絶対戻ってくる。だって東海帝王だもん。そっか、そうなんだ。僕はもうあの風には走れないんだ。僕はまだ諦めたくない。奇跡を望んで頑張れば必ずできる。今度のこの日に見てて、僕はそこで誰よりも先にゴールする。